こんばんはどうもよろしくお願いしますのぞいです今宵もお願いします今日明日の2日間ですかねゼミナーで出していただきます、ねね、何これあ、ナンバッシーですれ違ったね村上さんと声かけたらよかったのにねあのいつも応援してますっていうところは多分喜んでくれると思いますよカッピーさん関東以外は4日でも順あそうですね多いですねスミネでも珍しいと思いますけどねはい、ケダさんお疲れさん SSK さん森高さんはみ出しを はみくまおさん、こんばんは。はい。ケイ KDO さん、駒俊行さん、村上くさん、若さん、水田浩司さん、米野蘇太さん、伊藤さん、仁さん、金山さん、仁さん、崩壊惑星さん、植木さん、兵庫ネームさん、はい、どうもよろしくお願いします。カラシニコフさん、ユウス,スケさん、ノスケさん、船太郎さん、カッピーさん、ケ,ケースケイさんから、スイッチマックリザーシャ、カオカオさん、ジジさん、ひなとおひさまさん、TYS さん、スイタさん、ひろひろマンさん、 三四郎さんあ、兵庫の M さん、強がりさん、<laughs> やっとったね。来た来た、報告来たからここまで、まっすぐ。バニラさん、竹原さん、大喜利さん、坂田くんさん、阿部さんさん、ノアチャンネルさん、彦さん、加かさん、有りさん、はい、宮内さん、遠藤さん、えー、兵庫、暑かったよね。はい、源之助さん、どうも。ペケペケさん、こんばんは。 はいえー、和若さんどうも、プラットフォームさんどうも、こんばんは。<laughs> 頑張れ、頑張りますよ。うやめいくつ何な何でもいいですよ、僕、その全然もう、もらえるだけありがたいん、ね、で、はい、勝太郎さんどうも、お疲れ様です。まあ、そんな感じで、1レースから振り返っていきますか、はい、どうぞ、門から1気です、門というか3コースのスロー、まあ2人前付けがあったんでね、位置が深くなって、1号が。 樋口君一気に負けちゃいますこれね秋元君寄りすぎたんで差しに入れないんですよねはいなので外前行って左右打ち6が差し込んでくるんですけど位置も小回りでしのぐと玉が当たってね6を転覆しかけるんで宮本さんは煽りくて前が見えないでよけますもうこの段階でほぼほぼ負担41が確定しちゃうんですけどあパティノさんどうも m ンさんどうもヒロシさんどうもいや一つのねスタートくレいは本当僕らにはわからないですはい もうその当人しかかわらないですあのチャンネルさん、どうも、はっちゃん、はちみさん、どうも、朝焼けさん、どうも、あよかったですね、はい、まあこれでほぼほぼ、体型は消しましたね、出ました、樋口君、得意技ですね、これ、秋元君も今節二2度目の2着かな、はい、2レースいきます、これはね、角の片岡君、スター点もちょっと伸び加減だったんですけど、本番も行きましたね、いいの。 これ室野さんがいたんでスタート遅れはないかなと思ったんですけど、もう一気にいっちゃいます。もう下川君が惜しかったね。これ近づけマークだったんですけど、すぐすぐそ絞っていったんでね。でもこれちょっとね。こう定款が空きすぎてるんですよね。うん、もうちょっと詰めていってて、すぐにこのもう位置の頭叩きに行けば良かったんですけど、僕市場もこれ先に回りに行ってるんで。ちょっと幅取りすぎよね。もう握る完？ 握るスペースを与えないぐらいのまくり差しっていえばこれ決まってるんですけどねちょっと構えすぎっていう感じかなお母さんどうもえあ後ろ姿い <laughs> はいありがとうございますニコイさんリッチャーさんどうも森久まは、まあ、うまく回りましたよねはいまくられながらも、はい、頭叩かれることなく早めに変わって早めにハンドル切って早めにレバー当てるとはいニコーナーもこれ差し返し狙うんですけどちょっと角度がね浅かった分届かなかったと 室さんもしっかりまあ、巻くられながら差し込んできてニコナもしっかりさばいて3着、はい、これもなんかサテン通りの感じだったですねまああとでやりますそれは村山さんねはい3レースいきますうんこれ東司君ちょっと遅れるんですけどね三浦君が先手取ってるんで今度でも伸び返してますね若干ねはいからの 先でもちょっと,ちょっとね握りすぎてるんでちょっと危なかったですけど外れた分三浦君もしっかり差し込めるちょっと玉くク立てないんでね2コースにとってはありがたいですよね順走するには3コースにとっては最悪です自分が回りたいところに1コースが流れてくるんで、はい、でね馬野君と大町君のセリになるんですけど なるほどね。フラットムさんありがとうございます。あ、タカさんこんばんは。よろしくお願いします。で、うまなくんが先前から小回り。大町くんを差しに行くんですけど、ちょっと差し遅れましたね、これ。うん。タイミングがちょっと遅れましたね。なんで、うまなくんが体制的に有利になると、ここではい。大町くん、君外には変われないんでね、これも。もう、苦しみまぎりに内回りに行くと。ん うん、ででも小回りしっかりしのいできますよねあっ船木さん白さんとんでもないです川川さんどうもさ美さんどうもでまたまた並走状態近くになるんですけどこれで6のが実際前なんで外には変われないんですよねで大町んはこれ先前に行くで馬田くんはしっかり溜めて角度よく差し込んでくるここも空いたんでね小回り大町んするんですよねうまいことこれ。 ただちょっと左乗り越えたんでここでまだ並ばれるとこうなるとずっと視界に入っちゃうんでね付け前に行くのも行きにくいですしこれ案外見えてない一定式ぐらい後ろの方がいいんですよね外前行くのはバレてしまうんで,で幅を取って回られたね大ちくんも,も4もうちも飛び込んできてるんでね差しにも行けず外前閉走ですねはい4レースいきます馬野君綺麗りいいですよはい配信中も言ったんですけどね これ小西君ずっと引けばよかったんですよね。だから狙ってみたらどうですかっていうのあったんですけど。はい、まあこれ茶谷くんスタート行きました。逃げ体勢です。あっ一の先のどうもありがとうね今日は。で3が外前行くそれに合わせて反応して茶谷くんが2行ったんですけどターンマーク外してしまったんですよ。それを見て中村くんが差し込む2番差しの小西くんが差してくる。 一ノ瀬君これでしっかり1番沈めていっちゃなるかな思ったけどこれ捕まっちゃいますね段々だんだん畑ってやつこれ一番進むって困るんですね一番外は2が4を絞ってくれればチャンスはあるんですよだから一ノ瀬君開いたんですけどそれを見て2番も開きましたこれ抑え込まずに4を回してし選択するんでこれ言ったら一ノ瀬君にとっては体系的な一番想定外的一番不利なパターンですよね やっ先回した小西君が結果これ残ると訂正に対応した中村君が1着はいでこれもね内側に一代瀬君いてるんで小西君どっちでもいけるんですよねこれ変わってきたら外前もしくはゆっくり3の頭を刺しに行くどっちかなんですけどこれはもうしっかり3に当たらないように一応2の内に入っていくともう一代瀬君はこれこの小回りしかないんではい そうなんです10万種出ましたよサンディエゴさんどうもあ良よかったねじいじいさんおめでとうまあまあぼちぼちつきましたもんねよかったですねはい5レース行きますそうですペケペケさんそうです音と音ですねはい音に反応し当てた瞬間にボートが向かずに流れていったっていうことですね、はい、これね前半からねうちの同期の浦本君よかったんですよ気配は。 たただこれ遅れ遅ちゃったんで樋口くん一発ででままられちゃいますで絞られ3変わる2変わる1変わるかわで握ろうとしたら3が握ったんで山本君握れず引き波乗ったんで待って待って待って一番言うたらそのもう引き波はまらないように丁寧にこの頭を叩かれないようにしもうゆっくり待ってますこれ。でもここに出てくれるってことは昨日とはもう全然足が 違ってたんですよね。これも配信前半の時から言ってたんですけどありがとうございます羅ルさんで2コーナー先巻いてこれが持ってなかったの4が開けたんでこれ小回りするかなと思ったちょっとね向かなかったんですよねここねなんで4の後席の外まで出ちゃうんで刺され刺され刺されなってまあ体型的にちょっとね3着ゼリーになっちゃうんですけどこれうまいことまた2着あってんけどねうん でも、これ、昨日とは全然足が別物になってたんで、前半から僕言ってたんですけどね。これ、外回いくのかなと思ったんですけど、まあ、結果、差しを選んで。うん。まあ、5も打ち飛び込んできてるんでね、これはもうちょっと避けなくちゃいけないですよね。うん。3着いっぱいかな、これは。はい、次いきます。 これは茂木君危なかったよ。うん、もう2がちょっと巻いてるんで3はえほぼ見えてないんですよね。で逃げれると思って、ここでハンドル切って、ちょっとレバー掘って回るところを黒沢君背後から握っていく。握り遅れてるんですよね、完全に1番はこれ。ただ、これ出足の差でなんとかここでこらえる。もうあとちょっと遅かったらずるっとはまってるんですけど、こらえましたね。はい、これ昨日の後半から良くなってるんで持ったと思います、僕は。はい。お疲れ様です、村山さん。 で黒は締めろ締めろ締めろでボートを寄せていって2が飛び込んできて6も来たんでこれは黒澤君差し場ないと踏んで外前で2番は1の功績すぐはまるわこれ分かってるんですよで3にこらえた横よかったですこれまたもう一本またいだんで6が差し込んでくるとはいあそこでこらえれたらね3着のパターンなんですけどねもうあれでもあの角度でいたらああなるよねただ外側にいて6番もこれ変わることできないんで一応先前に表示する それを見て岡部君はしっかりここを差し込んでくると岡部君もねこれ勝率の2には結構本当動いてるんですよここさん惜しかったよねお疲れ様です村山さんどうもうんお疲れ様です12563まあまあ一応ね明石君うちにちょっとお伺い立てますけど岡部君は冷静に慌てることなく回るとまあこれでほぼほぼ決まりですねはい次7レースいきます ここはね、あのーまあ、スタートしっかりいきます蜷長君もで森永君もまあ内三枚がしっかり行きましたねこれね三河君0これ伸びるかなと思ったんですけど、まあ、止まりましたねはい田中君がこれ、まあ、当て外れたレースよねで二南賀君が、まあ、スタートいってしっかり回るとで森永君がこれ外前行くんですけど2がはまってないんでね で卵当たりかけてよけるこれよけてなかったらちょっと面白かったんけどね秋元くんねはいは功績乗っかるかもってそうですよあこれレバー途中で緩めたりしますあかんはまると思ったらレバーちょっと離してねで体ねじってボートを浮かして前に進むようにしたりしますよちょこちょこ動きは変えてます道中の旋回中もでも秋元くんこういうね細かいのは苦手なんで はい、一番苦しい位置に行っちゃいましたね。はい、でこれ6番が左右位指してくる3番が外を行くで森永君はどうするんですかということなんですけどここは指しを選択しますね。まあ、0.5なんで若干の肉されますよねこうやって引き波乗ったらこう回転が今度上がってこないんで上がり出すまでに一瞬捕まるけど上がりだしたらまた離していくみたいな。 このまま外いてもね何も面白くないんで一応チルッと跳ねてる相手なのでうちに脅かしにいきますそれを見て美カ君はパッとパッと跳ねれますちょっとタがマ外したんですよねそこをくるくるっと回りにいって、まあ、ちょっと出口で当たってますけど角度的に不良候補ではないですよねあれははいあれ今片足やスコーピオンはやったことないです何の威力もっていうか何の効力もないんで、はい、危ないだけなんでね <laughs> 川川さん <laughs> あとはこれ大町君が競り勝ってまあ後輩とですね大町君になったんでねはい次8レースいきましょうかあのあちゃんねさんどうもこれ池田君もう昨日から足は良かったですねインからトップエースいって門戸妙の先前で下川君が構える秋山君松山君が外前行くのはもう確定的だったんで鶴本君はしっかり幅を取って角度よく指してくる。 こういうレースは彼上手です本当に。はに、い。でただちょっと出てないんでこれすぐに松山君のところに合わしに行きますね伸びられるんで,でドンと一発当てで止めます。で止めてうち見たら荷が内が走ってきてるんでさてどうするかなと思ってこれ見てたんですけどね待ちきれないと踏んで外前いきます。これ鶴本君が外前行ったんで 松山君とっては刺してはしチャンスが生まれたわけなんですよねでここで差し込んできて並走になるんですけど先に回ってる分やっぱエンジン出てなくてもやっぱ鶴本君がちょっと前に出かかるんですよねで変わってきたところこれがうまいよね変わってきたところすぐ締めにいくっていうのがで一応これ先に前行って刺されますこれは仕方がないうんで勝負あったかなと思ったんですけどねこれあの TYS さん昨日よりは良くなってますね臨界ではい 見過ぎたねこれ松山君でこれ外前行くで玉子当てかけて切り直すで1着の引き波乗って変わっていったんでこれ平装になりますはいで鶴本君はこれ一番きついですよね言ったらもう外に張られてつけ前行っても丸見えそこで松山君がね張りすぎて玉ク外しちゃうんですよこれほらもうターンマークをこれ見てないね言ったら相手を見てて うん、これ失敗ですねあ。本田さんどうも。でこういうのはやっぱ鶴本君逃さないですよね。これあえて見るのもいいんだけどやっぱりターンマークを回る競技なんでやっぱりターンマークはしっかり見とかなあかんよね。だこういうの松山君失敗しながらまあまあそれを見てちゃんと反省してねできればもう今度し今後しないと思いますけどこれも最後の勝負で外前行って惜しかったけどねこれ鶴本君がちょっと功績に乗って跳ねればワンチャンあったけどしっかり押さえてこれがうまかったドン この一発で止まりました。あれやらなかったら多分出られてます。はい。一発で終わりましたね、あれ。うまいね。うん。はい、次行きます。9です。3カードですね。はい。もうこれ、インコースはこれ、スタートいって、相手が遅れてることしか望むことはないんで、東司君がいったことが素晴らしい。で、即絞っていきます。もう東司君のまくりはこういうパターンなんで、竹上さんに引っかかりますけど、それでも、行くということは。 もう周り白がほぼないってことですしこな、ー4番が絶好の差しで落としたところを5コースからもう握ったままの角度で案外これってよくあるんですよ。5コースっていうのは切り白があるんで角度があるんで空いてる角度も4と5で見え方が違うんですよね。酒井君のまくり出しが見事に決まった。まあ、でもうまかったですねこれでも。80ぐらいじゃないですか全速ターンではい。あそうねね、ネロさんそう当たっとったん、ね、で。 で、3が外前行ったところを4がくるくるくるっと回って。で、これ後席乗って耐えるんですよね。ただ、こっから当地君伸びていきます。で,でも、これボート一旦合わして、こう、合わせて止めようとするんですけど、無理なんで、内向いて走っていきます。これ、外にはもう行けないんで、相手が伸びてるんでね。あ、もちさんどうも。サンディゴさんどうも。なんで、余裕を持って当地君は差し込むと。で、5、3、4、10万、周でしたね、これ。 ちょっとついたね。うん、5万5がうまかったね。はい、10レース行きます。これは危なかった。ね、これちょっとヒヤッとしたっすわ。うちの道化いきます。で絞っていきます。これスローにしてください。で、4が抵抗したいけど、2が浮いてるんで抵抗できません。これ抵抗したとこれ2に当たるんで2が右に来てるんで4はこれやめざるを得ません。はい。 それを見て4番2番まで締めることが確定した山本君がこれまくり差しにチェンジしますもう黒崎君が見えたら全速で回る人なんで、はい、ただですよ起きてハンドル切ってレバーった瞬間ボートが右がパーンと跳ねます見ててくださいでこれまくられる体型なんで黒崎君これレバーった瞬間右のエッジが外れてジャンプします 次です次の瞬間です。はい、この瞬間の右が跳ねてます。わかりますちょっと浮きながら回ってます。で、ここで完全に外れます。見とってください。ロックも大概のとこ差しにいってんだ、これ。めくれます。吉村君はこれ、入れないとて、右半切ってますね。で、これ、危なかったよ、ほんま。振り込む。 でこれね黒崎のすごいここれかぶるんですよ、ね、ボードの中に伏せ込むんですよ4が6に当たる2も当たる3が来るでこれ伏せ込みましたこれやってなかったら多分大けがです、はい、頭を下に下げたんで4がまともに乗るで3はこれボートの、えーとね、1号艇のボートのへさきに乗って下が当たってるんでこれでフィン取れますはい 4、五点も取れる可能性あったんですけど、これ完全に乗り越えてますよね。黒崎君のエンジンが、黒崎君の頭の上を。よう伏せたよ、これ。で、それを4番こけますね。はい。そうなんですよ。よく伏せた、これ。俺ら、僕ら無理なんですよ、あれ。で、これね、チャ茶く君ね、気づいてません。直線ではフィン外れたこと分からないです。で、ここで普通に回ろうと思って、ハンドきた瞬間にまっすぐ行きます。ほら。スル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 ,スルって、これ、逃げた瞬間でもう滑っていきます。スルーって。あ ああ、ダメダメダメ、これ、フィンがないって、ここを引きます。初めて。永遠流れていきます。で、ここからはもう当てればハンドルだけ切って、当てればをこう、ふかして離して、ふかして離してってしないと回れません。フィンが取れると。握ったら握った分だけ流れていくんで、どっちの完壁にも当たれます。で、ここからはもう、大回りしながら、レバーをこう、当てて離して、当てて離して,て、ふかしながら回ります。生々しいでしょ。だからあれよく一番、ふくろさぎ、伏せたよ。 本当にあれやってなかったら多分大怪我ですまあでもこれ3人か3艇がゴールしてるん、ね、で3連単3連服2連服2連単全部成立してるんで変換はなしですねもうひと1人かな転覆もしくは引っかくなってたら、まあ、変換はありますけどいやー怖いフィンっていうのはボートの下にこれ上のね金具がついてます こういうい小さい前、これ上の大きさのやつがついてるんですよ。ここで舵切るんですよね。だからそれがなくなると舵切ってもえっ、ここにかかるところがないんで曲がろうとしないんですよ、ボートがもう。横にスルスルスルっと滑っちゃうんですよね。はい、だからよくモンキーターンでウィリーしてるとこのボートの,この下のところに銀色のやつが見えるはずなんですよそれがフィンっていうやつなんですよね。はい、そうですよ、サンディゴさん、テイテイの下についている板ですね、はい。これはね、よく伏せた。 本当に1コーナーで見てた方は、ね、心臓止まったと思います。はい、案外あれ、乗ってる人間が見てる方が怖いんでね、そうそうそう、そう,そう,そう,そう KDO さん、そうですね、その通りですよ。周りの選手も3がフィンとったことに、これはあの1周2コーナーもあって、2周1コーナー来た時には分かると思います、みんながあ、フィンがないっていうのは、それ以外は乗ってる本人以外は分からないです。直線で分かることは乗ってる本人もないですす僕も何回かか取れたことありますけど分からないです。 ハンドル切った瞬間わかります。こうパーンってきた瞬間に、もう普通こう入るのが、スッと立てるも滑ってくくんですよ。ずーっと。だからそれでわかりますね。はい。ん結局誰も怪がなかったんじゃない待ってね。チャタニ君が怪がしたのかなまあ打撲で。うん。うん。まあ、あとで全部見ますけど。 黒崎くんももっっててるねねやっぱります、ね、やっぱさ,さすがに首とかなんかむち打ちになってるんじゃないですかまあその怪我の情報は入ってないんで、まあ、そういう大きな怪我ではないとは思うんですけどはいそうっすあこれですこれがフィンです出してくれましたでステップっていうところもありますねあれが言ったら跳ねれば跳ねるほど伸びるんですよねあそこを跳ねて空気が入って直線が伸びるんですよねだからチルトと跳ねるんですよねのフィンが取れたってことです大丈夫ですか はい、いやでもこれ見て俺八百長って言ってる人を見た瞬間引いたわほんまほんまに申し訳ないけどこれを言ってどう弁解するんかをぞいて言ってる人を見て俺引いたわほんまあれを弁解どうするのって俺理解できへんわ八百長って言う人の俺ほんまにだって一つ間違ったら死ぬよあれ本当にナイス小林君って何で分かったあありがとうございますカズさんどうも いや本当よね何、まあ、か言いたいんやろねああいう人はね本当ねもう本当にちょっとさすがに呆れたねあれはうんユースケさんそうですよねん捨てバ捨て場出せるステアリングバー捨て、はい、バー出しますこちらまさん見とってください捨てーっていうのはエンジンの、まあ、上段と下部があるんですけどその間にこうハノ字についてます葉の字の先に シャックル,あこうシャックルつけるんですよねそれでワイヤーを張ってエンジンとつなぐんですけどこのハの,の字に出るバーのことですこれ接触等で 0.7mm に曲がるとハンドル切っても言うこと聞かなくなりますはいそうですよね岸壁になったってエンジン止まれば失格です、はい、結果茶谷君はタイムオーバーで30分以内にルルゴールしなくちゃいけないんですけどギリギリで切られて失格になったってことですよね、はい 待ってね捨てー出してもらいますんでねそうですねぬらさん僕は思うんですけどね、まあ、ごく一部のせいでこんななっちゃったんですけどまあ思いますよあれがどうやってあんなあんなことできるのって思うよね演出であよかったね えっとね、これ違う。エンジンのとこ。うん。はい、んいやいやあの、ボートはね、えっと、割れたりすると、破損すると、ボート修理の、まあ、プロの方がいます。その方たちが、まあ、1日かかればすぐ直してくれますね、はい。きれいに。茶谷君は選手的にガイだと思います。はい、これ、ワイヤーなんで。 いやいや川岡さんんかってるんですよただそういうことを言えるっていうのが僕には理解できないなと思っただけでねはい無事故がいいですよねそらそうですわだって悲しにこさんだってタネ君自分のせいじゃないでしょ一番が震度をふさで一番は妨害を切られてるんで妨害を切,切られたっていうことは縦は何て言うのかな 違うってことなんで、はい、責任がないってことなんでこれです、あのー、今ゴムのついてるとこあるでしょあそこがバーなんですよねあれが左右にありますエンジンの真ん中のところでナット6本で止めますあのこのハの字になってるんですけどこれが縦でも、ま、内に入っても外に開いても何 0. 何ミリでもずれると例えば左右が非対称ちょっと,ちょっとこう傾いたりしてもこれ軽い接触でもなるんですけど ハンドルが重劇的に重くなったり軽くなったりするんですよ。もうフランクランクランクランになるんですよね。旋回性能に支障をきたすので、まあ、よく乗りにくかったりしたら、このバーを変えたり、ブラケットってこの黒いこうエンジンとボートをつないでるところでしょこのこ、こんなこういう金具みたいな、前にこうネジついてるとここれを丸ごと変えたりします。これがブラケットっていうんですよね。乗りにくかったら、ステーバーとかこのブラケットを変えたりしますね。はい、浩太さんいらっしゃい。はい、11レースいきまーす。 これは配信でも言いました森くん好みなしなんで森永くんが失敗したら差し切れる可能性はありますよって言ってたんですよ僕はい失敗しなかったら逃げますはい森永くんも決して悪い足じゃないんでただ回しましたストップあもう一回もうちょっと戻してはいこれハンドル回します見とってください森永くんは回し切りで回しますここからクロリンと回しました立っとうとした時に右が浮きますほら浮いた 浮いたでし接地面にないでしょこの瞬間にターンマークを外してますもうすでにで森くんは早々にやめてターンマークに狙いを定めていってるんで森永くんは浮いた分ターンマークを縦に外しながらボートを向かず流れますなので森くんが刺せたってことですこれはい縦にがっぷり開いてますよね刺しというよりもターンマーク回ったっていう感覚ですね森くんからそれは。 で4番の平野君が左右打ちょっしてきてそのうちに6番外れたでしょカズさんもうあのこう切ってれば当てた瞬間がちょっとね雑だったんですよねまあでもこれはもう分からんでもないけどだからまあ配信でも言ったん失敗したら刺されますよってそれ以外は森永君逃げると思いますだって足いいもん森永も2個目逆転狙って刺しに行くんですけど森君も決して悪い足でむしろ森君好みでいい足してるんでこれ届かないですよね うん、平野君は昨日よりは良くなってますね。昨日はもめちゃめちゃノーニングそうなって載ってましたけど、今日はそうでもなかったんで、はい、決して出てるわけではないですけどね。あ,ありがとうございます、川川さんね。うん、川崎君もうまいこと回ったけどね、ここくるくるくるっと。 そうなんですよカウさん、跳ねると絶対縦に外しちゃうんですよ、ターンマークを。あそこが一番大事なんですよ、だから結果、周回転したかも、あのハンドル切ってレバーあった瞬間が大事っていうのは、すべてあそこに繋がってるんですよね。あれが来てたら、まああなることも少ないんですよ、あれが来てないとああなることが起こりえる確率が跳ね上がるんですよね。 だから、よくて、週刊レを見るときも、ハンドル切ってレバーを当た瞬間のボートの向きを見てください。選手はそこがすべてなんですっていうのは、今の森永君の1コーナーも、ハンドル切ってレバーを当た瞬間にボートが跳ねてしまったんで、ターンバックを縦に開いたってことでしょ。もう結果、選手ってそこなんですよね。んこちらの,の 12S の片岡選手は、1の1ハンドル入ってませんか、まあ、?12S 行きましょうか。森永君は、 跳ねた瞬間にやってしまったと思ってます。はい。まあなると制御不能なんで誰が乗ってもタマークを外します。はい。あれをやらないように体重移動もレバーもしなくちゃいけないんですよ。ただそこを握れたと思って雑にやった瞬間に、跳ねた瞬間にやってもたと思ってます。はい。これ、ま、間違いなくそう思ってます。これね、坂口君が遅れたと思って伏せ込んだんで捕まっちゃいますね。で、右に3号艇のに寄っていく。位置も右に寄ってくる。 なので、坂口君はここで一旦早めにレバーを落として、かわしにかかります。田中君のボートに当たらないように、これ、キュッとレバーを落として、ハンドル回して、ここでいなします。で、ちょうど交差したところでレバー当て出して、差しに行きます。3の引き波はまることなく。で、3は、もう言ったら何もできなかったですね。坂口君の引き波乗せることもなく、ただ単に外前いったんですよね、これ。もうちょっとうまくこう乗せることができたら、2着になったかもわかんないですね。 うん佐藤地球の波だと思いますね僕は、はいいつもみたいな感じの出方してないですうんまあまあよく設定頑張ったけどね、まあ、あとはもう先やったんで大丈夫です、はい、では明日の前夜版いきますかどうぞそうでしょカズさんねはい あこれはもう岡部君逃げますね。あと三河君がチルといくらで来るかですね。はい。そこだけですね。酸化ドとかね、されたらちょっと持たない可能性もありますけどね。岡部君これ本当エンジン処理事情準出してますよ。うん。ちょっと重位には乗れなかったですけど、ここはしっかり逃げるんじゃないですか。そうですね。さすがのハンドルワークですね、坂内君。もう岡部君だと思いますね。あと大町君、ぼちぼち。三宅さんもね。 悪くないんですよねまあ坂井君おやんかこれが5コースになったらまあまあ今日みたいなレースができればね足は一番いいと思うんでもう1と6が出てますねここはあと三宅さんもぼちぼち悪くないかなぐらいですねうん面白いですねこれもう岡部君だと思いますはい2レースいきますこれ明石君逃げるチャンスですねはい 明石君、室田さん、室田さんも2回同じ失敗しないと思うんで、うん出してるなあ、これきついんじゃない ?2 レースは。逃げると思うよ、清林さん、これは。うん。これ、明石君ですね。あと、室田さんが順走しながら川崎君、外前。松山君もスタートいって差し入れ君も速いから、まあでもね、出てないよね、あんまり出足が入れ君がね。小宮君もやっぱちょっとボート上に慣れてないよね、まだね。なんで、ここはもううちだと思いますね。はい、次行きます。 はあはあはあ、草葉君もぼちぼちですけどね、まあ、今日の接触はどうなのかっていうのは分からないですけどこ茂木君は上昇してますよあと森永君も悪い足ではないですね、まあ、茂木君から狙って面白いんじゃないこれ森岡君スタートいってますけど出足がちょっとあまりにもなさすぎるんで、うん、茂木君狙っていいんじゃない草葉君があまり人気な理るよやったらいい出足してますよあとは森永君武井さんも上昇してますね 3、はいまあ、中ぐらいつけても面白いかもわからないですよねあとは馬野君もよくなってきたね初日思えばだいぶ上積みしてるんでスタートって言おうと思ったら一本持ちなんでそこがちょっと課題ですけどねこれもう刺激面白いなうんあとは、まあ、草場くんの気配はまあスタテンとかねああいうの見ながら配信でまたお伝えしますはい次4レースこれ逃げれるな片岡君やな はい、あの今節の彼の行きっぷりと中間則みたいな逃げれるチャンスだと思いますねただその陰性がどうかは僕はっきりわからないんで刺される可能性は大いにあるとは思いますけど蜷川君にしかりうーん蜷川君ぐらいかな、まあ、そこはあるかまからないですけど逃げれるらしゃ十分十二分にあると思いますね加岡君はいうんあ千代美田さんこんばんは室田君壁になりますよいい壁だと思います今日は遅れましたけどたまたまね はい、これですあなるほどうわ樋口また角やこれでもあるんじゃないまたスタート1機これだって鶴本君出てるわけでもな、ね、いまあ良くなったとは,とはいえ秋元君2コース持ち場じゃないもん足はいいと思うけどね柴田君もまあもし撮影なのこれあるよ東司くんが、ねこれ 出てるよねうん面白いねこれダッシュ3本の矢行ってみてくださいあっ長く君握ることあるねよくご存知ではい6レースこれ森君逃げれますはい怖いのは足的に言うたら池田君かなうん賞味のいい足はあとはね悪くないぐらいかな森君怖いもう勝って後半戦準優勝戦迎えたいんじゃないですか10レースでしょあの足だともう十分逃げれるけどな んえこちらもよく何野口さん番組見た時まずどこをめ自分の枠番です。はい、あとはざっと選手見るだけです。それだけです。あと何も考えないです。誰と一緒なんかなぐらいですね。自分が何号艇でだからこの人が何号艇に似てるとかとあんまり覚えてないです。ざらざらっとメンバー見てはい1号艇ね分かりましたぐらいですね。<laughs> はいまあ、じっと行使する方もいますよ。 前山ムの前でこう腕組みしながらじーっとこうで考えてる人もいますけどね見ない人もいます逆に、はい、もう言わんとってて明日の朝見るからってあの寝れなくなるとこと、はい、結構いますねそういう方も増えました昔に思えばああそうやね考えるよねやっぱいろいろこう、うん、だからそれは分からんでもないんやけどん次森ちゃんはい7レース SSK さん分かるわそれ短期決戦だと予選の枠番重要ですよね振る分ける決まりとかないですはいこれ番組編成員さん例えば6枠乗ったら1枠来ますこれ確定ですはいだから初日64発進で次は1号手は絶対来ますあとは何号手来るか分かりませんそれ平等に13かどうかも分かりませんただ341例えば34って乗って45って乗って13って乗ることもあるんでねこれ分からないですはい ただ6乗ったら1は来ますこれは確定してますはいうん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 ん ?KDO さん改正されと時の目線としてはどうですかってこれどういうことなんやろうなうんアクアムのブースからレースは見えますよはいだからスタート展示のスタートの時の足はと お腰の足だけは僕モニター見てスリット手前からずっと肉眼で見てます。はい。そうですよ、村山美樹さん。その通り。それでないと回れないですよね。クロスではできないですよね。こうですよ。レバー、ハンドルですよ。はい。 あうんうん、はいはいあ次、えー、と7レースはこれ平野君逃げれる足にはなってますけど別に怖い人おらんから逃げれるなこれはそんな特別で出てる人はいないんで、はい、平野君、まあ、中山君が指し回ったとこ前野君外前行って一之輔んまくり出しの赤石くん最打出しうちで3人で終わる可能性も十二分にありますねノアチャンネルさんよしすぐは初日は良かったですけど ペラ調整して手前に持ってきたんですけど、今日は相手が悪かったですね。まあ、伸びに特化してる当時君が参加となったんで、あれ伸びに振っちゃうと。もう昨日の状態で一緒になっちゃうか、ね、ら、まあ、出足が本人だから納得できなかったんですよね。だからスタート自分ができるだけ行って相手が。まあ遅れてくれて、委員から先回して逃げれるだの足にはしてたけど、っていうことですね。これも展開のあやってやつだと思いますよ。はい。だからそんな目立たなかったですけどね。まあ明日だからどうするかはまた6号定なんで6と12。なんで。 12レースは1号艇なんで、まあ、12レースやったらまあちょっと飲み方の人もいけるかもからないけどね、まあ、そこはまた明日見ましょう、はい、8レースここはさすがに目黒君逃げますね今の足ならあとは三浦君出てます馬野君上昇してますだここの中やったら下川君と岸本君が落ちますね上条君も出てますぼちぼちねそんな打ち合い出てるわけ前回の時の方が圧倒的に良かったですけどこれも言ったらチャンスカードですね坂内君 8と11かなんかでどうしちゃうのこれあちゃうわ4と8じゃん乗ってないんやえっめぐるマジかこれはもう必勝ですねほんならはいあとは三浦君全然癒やしてますよここ起点坂口君からここ外枠とか面白いですねはい順庸いきます あーこれね酒井君はぼちぼちいい,いいレース足してます伸びが伸びるとかそういう感じではないですけどレース足がいいですね吉村君これほんと大したことないですよ松山君も普通ぐらいですただ彼はスタートいきますはいなんで茂木君この34連動面白いんじゃない ?3 側つけ巻いて酒井君が抵抗したところ茂木んが吉村君を抑えてまくり出しとか 面白いと思いますよえっ何何うんはいああつる子さんどうもはいはいはいあかおかさんどうもはいえっかおかさんはあそっか挨拶合戦かこんばんは失恋しましたお互い考える時間ですいい方向に向かうといいですけど今たすけど縫さんの YouTube 見てる。ゼミナル。え どういうことこんばんは。出演しました。お互い考える時間の時です。え、どういうことどういうこといい方向に向かうといいですけど、今は大好きなうでさんの YouTube を見,見たり、ゼミナールを拝見する前向きに来ても、あはい、前向きに頑張ってください。<laughs> ヨーヨーさん、はい。としか言いようがないです、僕は。はい。はい、次いきます。ここはね、 中村君もねむちゃめちゃ出てるわけではないですよこれほんと12がなんとなくいいかな鶴本君出てないこれ工事が上昇中ですねで川北君もさすがコこのメンツで山本君いたら多分動かないです川北君動いてたら絶対山本君動くんでスローの5コースになっちゃうんであーおもろいなこれ角鶴本君がちょっとスタート後手踏んだらいくかもわかんないですよ うちの同期、カレー屋さんはどうですかカレー屋さん出てますよ、シゲイ君でしょ出てます。前半のこ初日の後半から出てます。足はいいと思います。今日も本当ならあの初日の1走目なしなのでまくられてました、あれはい、そう、ね、カズさん、スタートが鍵やね、酒井君急レースはね、ここはね、中村君押し切れるらっしゃるし、森永君は2コース、ちょっとな、疑って、か、鶴元君がね、これね、 ちょっとね2コース引き波みはめながら外前行くの上手なんですよ。そういうレースはうまいんですよ。で、リングカでちょっと上昇してます。明日もう1回、と手間やるかどうかはわからないですけど、現状で戦える足になってますけど、決して出てるわけではありません。ちょっと劣勢です、まだ。初日のことを思えばマシになってる程度です。逆にコージは出てます、今、だいぶ出てるというか、だいぶよくしてる。今なら戦えると思いますね。向きもも良くなってるんでで川北君もりです 前開で悪いだけで別にそこまで出てないわけではない出てるわけでもないですよ片岡君がちょっと伸びますねこの中やったらはいこれ中村君は得点トップですはいなんで逃げればポールポジションです気合入るでしょう、まあ、スタートいくと思うんで、まあ、彼からちょっと薄めとかも面白いんじゃないですかねはい次いきますあこれも枠なりやな インセンやったらちょっと怪しいかも分からんよ、トウく君。出足はそんなないからね。うん。伸び方なんで。池田君の差し切り、面白いと思います。はい。狙ってみてもいいんじゃないですか。樋口君は、うん、さすがにこれ止まるね。そうそう、カズさん、そうよね。行くよね、コウはね。勝ち釜で覚えました。どういうことあ,あ、そうなんや。これはさすがに。 あのー、当時君先手取ってといますけど池田君の差し切りは十分あります。あと実戦足がいいのは前野君森君。森君の23着付けもう再打ち差しから道中、まあ、しっかり走って着を上げていくっていうパターンもうそれがいいんじゃないですかね。うんバランスよく一番出てるのは池田君です。それだけお伝えしておきます。12です。あさすがにこれ逃げるチャンスですけどね一之輔君もちょっとましになってますよ武栄さんも。 当時くんは出足甘いですよ。それだけ言っときます。はい。差し切りあると思います、これ、池田くん。でも、皆さん、秋元くんが黄色乗ってんですよ、これ。室戸さんが4コースなんですよ。スタート行ってくれたら、火山噴火するかわかりませんよ <laughs>。はい。まあ、それだけ言っときますね。買う方は、買ってもいいと思います。足は、ぼちぼちいってます。はい。そんな感じですね。はい。 ボートレーサーのヘルメットってバイクのヘルメットよりも左右見やすいところあるんですかこれは正直言ってどうでしょううんちょっと視野角はあのバイクのヘルメットと違いますね。ボートあのー、僕の同期の石木さんが怪我している時に訓練時代にもうあっちが見えないこっちが見えないとか嫌ってこうやりとり穴いヘルメットさんと共同開発しながら耳の穴も開いてますしその視野のここのあ量も。あの バイク用のヘメットこれがあるでしょ。ボート用のこれぐしかないんですよね。やっぱこうやって見えなくなるんで、そういうのも特殊なんで、やっぱちょっと見やすいと思いますね。うん。ん村山美クさん、ちょっと質問がわからんな。宿舎は支部で決めるんですが、宿舎の部屋ってこと部屋は一応、はい、支部別ですよ。はい。KDO さん、接火線では伸びが重要っていうのは、 なぜかというとお、全員地元でしょ。ということは、多少乗りに行くかってもみんな乗っちゃうんですよ。他条の選手、他府県の選手が来て乗れない状況でも、地元の選手はそれ乗り,乗りこなすんで、だから乗り心地を犠牲にしても伸びに振らないと、レースが不になるんで、伸び方が増えるってことです。はい、別に伸び方にしたら有利とかじゃないんです。乗っちゃうんですよ、地元の人は、ある程度。はい、ただそれだけの理由ですよ。 <laughs> <装置 OK 笑> はい、狙う方は狙ってみてもらってもいいと思います、崎本君は。うん。まあ、一ノ瀬君、うまいイメージあるね。ヘルメット荒いですよ。メモリー何食べようかな、まあ、全然決めてないですね。はい。おすすめあります <laughs> そうそう、お盆特有ですよ。池田光一さん、僕のほで選手になったきっかけ、何回も僕、話してるんですけど。 僕と同じ野球部の6歳上の先輩がボートレーサーになったんですよね。ボートレーサーになったというかなる直前に5 9期植木さん同期だったんですけどその方が夏に帰ってきてちょうど僕たちが大阪府の大会のなんか決勝前やったんかな。なんかそれノックを受けてる時に「選手なれ」っていう言ね言っていただいてもちろん僕住之江出身なんで、まあ、母方のじいちゃんボート好きたで、ね、僕よく行ってたんですけど。 まあそんんなな慣れるもんじゃないと思ってたんですよね。ただでもそこでその方がめすごい男前な行動をしてくれて一気にそのやっぱり何、うん、て言うんかなプロ野球選手になった先輩も結構いたんですよ僕のチームね20人ぐらいかな前後合わすとであんまり活躍してなかったんですよね結果プロっていうのは難しいんだなと思ってでその直近にその方の同級生が阪神にドラフト2位かなんかで入ってダメだったんですよね 無理だなと思ってボート選手を目指すことになったんですよね。はい。ああおちのすかさんお疲れ様です。海水と淡水どちらが調整しやすいですか。またね、これは海水です。はい。基本的な海水の方が乗りやすいです。そうそう。ヘルメットにこう小さな開いてますよ。出ないと僕たち音聞いて判断するんで、はんあの目では見えないんで、目は絶対左向くんで音聞いてます。 音を聞きながら誰かがこう近くで音が聞こえたら2コースがつけまが来たちょっとこうやったら3コースやなとか3コースまでの音を聞いてますとハンドル聞きながらで音が消えたらレバーを掘ります音が消えなかったらレバー当てますっていう感じでやってますだからこれ絶対耳の穴は必要ですそれは道中のセりもそうですハンドル聞きながら左見てて音が聞こえた瞬間レバー当てて反応するってこの反応が鈍かったら結果沈められるってことですねはいうん いやーこれ、ヨスさん、ヘルメットのカラーは、ね、一応3色入れなさいっていうのは決まりあるんですよ。あと単色はだめですっていう。はい。ただ、それぐらいじゃないですけど、ね、あとはもう重くなるんで、あんまり塗りたがらないですけどね。はい。そうです、ユーさん。勝てると思ったから、雑になっちゃったんですよね。はい。そういうことです。なんでもそうでしょうあの。ボートに限らず、自分が勝てると思ったとき、ちょっと油断しませんかそれと一緒ですよね。はい。で、あと、あの、 あると思うんですよ、あのー、将,将棋とかじゃないよ、徒競走とかでも勝てると思った時でなんか妙に緊張したりしません、ね、ちょっと危ないけど、こいつね勝てそうやなって、リレーで戦闘でバトンをもらってきて、自分、戦闘でもらうわとき、ちょっとドキドキしていんかな。それと一緒ですわ、勝てると思った状況でレース待ってるときの心境は、まあ、そんな簡単なもんじゃないけど、もっとドキドキしますけどね。はいこランままああ号さん何言ってんのの野球のホームランでもあります <laughs>、はい 90メーターのところ、放り込んだこともありますよ、レフト、ライト、はい、普通です、うん、そうですね、うん、いや、分からんな、ゼミナロセルさん、これは僕あ、僕は経験がほとんどないんで、はい、昔のアメフトミジャーのヘルメットも開いてましたよ、はい。 うん、あのカッピーさんボートの色の違いは気にならないです。かっこ悪いなとかかっこいいなとか思ったりはしますけど正直。ありがとうございます KDO さん。あマジで黒井さんありがとうございます61号機化け物なんですね。その数字だけ覚えていきます。どんなもんか見せてもらいます。今行くお黒石荘と吉本で会ったことはあ,あ,あったな。 僕、うん、ありますあの新喜劇一回出たんですけどその時に中の本当あの楽屋の楽屋トークしてるとかなまあ一時期よくその吉本さんの番組の手を打ってたんですけどそこで待ってる時にほぼほぼの芸人さんと会いました、はいまあ、これねこの時に、はい、ほぼほぼ芸人さんと会いました1時間半ぐらい待ち時間あったんでオール阪神巨人師匠もそうですし皆さん挨拶しに来てくれましたねはい なや兄ちゃんボートの選手かみたいなって言われましたわうん選手班長っていうのは地元の登録番号の一応古い方がなるのが基本ですねはい地元選手が不参加の場合は九州なら九州地区の役職をされてる方理事とか選手会のねはいもちろん副会長もそうですけどそういう方がやりますね役職に使っている方がやるのが基本ですそれがいなかった場合はその地元の当番一番上の人がやったりしますね はい、これ、カッピーさん新喜劇に出た,出たのはね、えー、と吉本さんとモーターボートの当時の協定がコラボしようと、なんかイベントとかやりたいねっていうのをコラボした第1弾で、NGK の舞台で、三郎さんの司会で、倉谷さん、僕、原田智和君でトークをしたんですよ、トークショー。で、一応、ファンの方を満タン、NGK の満タン招待したんですよね。で、そこでトークをしてました。 でその後トークのあれが終わると後で演目で1時間の吉本新喜劇があって見てもらってファンの人に帰ってもらうっていう話だったんですよね。そん時に三郎さんがたんで誰か出てくださいよせっかくだっったらっていう話になったんです当然倉谷さん僕原田なんで原田が出るが普通なんですけど2人で顔を見たんですよ。もう泣きそうな顔してたんですよね当時僕軽い気持ちで「本堂出た,たのか?」って言ったら「ノーさんいいんですか?」って言うから「出たる出たる」って言ってほんで僕だけはけたんです。 で、倉田さんと原田でトークショーして僕は後ろで舞台稽古に入ったんですよね。はい。そうです、そういうことですね。あ当時、あのすけさんもボート好きでしたし、三郎さんも大好きですもうボート好きの方、むちゃめちゃいたんですよ。ほんで、えー、なんとかしちょと、またと思い出してしたいろんな方がいろんなことを質問してきました。はい、舞台稽古なんかも、もうあっ1時間の M コの中であの、あの人ぱすごいですよ、プロですよ。1時間の M コ15、ね、分で終わるんですよ、リハーサル。 立ってください、はけてください。はい、どうぞ。立ってください。はけてください。セリフ言ってください。でえ、え、え、ノージさん来てください。はい。え、え、ノージさんはけてください。ああ、とか言っている間に終わりました。しかも一発です。はい。そうです、そうです。原田君、石野君の師匠の原田君ですよ。彼がデビューしてバーない頃ですね。1年たつかたたんかぐらいだったんですね。で、その時に出たってことですね。はい。そんな感じですよ。<laughs> 何を言ってるぜ、みんなの生徒さん。<laughs> 何を言ってるのなおま。 あちらに決まってるでしょうがよ。あ、一之輔、そう、島田一之輔師匠がこの前、墨のイベントで来られた時に挨拶したら、野添さん、お久しぶりですね。元気でしたかって言ってくれたんで、覚えて忘れたら、新喜劇一緒にしましたやんって言ってくれたんで、あ、嬉しかったですね、さすが。うん。うん。小早川さん、これはね、ハンドル切った時のボートの向き。 ひなに入った時のそこから抜け出す感じ、直線の跳ね方、はい、それはだからレース行かないとわからない部分もありますし、一人で乗っても異常に乗りやすいとこ,ことが多いです。勝手にボートが浮いていったりね、出口でふわーっと浮くんですよ。直線もそう、勝手にボ前が跳ねるんですよ。加か,かさん、ボートは基本的に絶対右きの方がいいと思いますけど、その別に左機械不利っいうことはないと思います。はい あ,ありがとうございます熊本さんはいはいじゃあ一行動中に会話したらダメでしょうよ絶車ダメでしょうよそんな <laughs> ないですないですはいボートの形状は24条を全て一緒とは言いたいところですけどフィンの位置が違ったりしますレース上の幅によって前に出したらちょっと,ちょっと困り聞いたりするんで戸田さんとか成田さんとかそういうところは若干フィンが大きかったり ボートの形状はほぼ一緒ですけど江戸川さんだけはちょっと別ですけどねはいあそこはちょっと重かったり形状違うんですけど他は形は一緒でもフィンの位置が違ったりフィンの大きさが若干違ったりはしますねそうそう吉原さん浜田さんもそうですよボートレーサーの試験すべて吉本入ったんですよはいあ茂さんお疲れさんでしたユースケさん僕アクアライブのトークショーイベントは1回だけでさ出させていただきましたはいあとは全部断ってました <laughs> やかましい SSK さんないそんなもん <laughs> ここでクイズいきます、はい、だってペラをくの左利き不利やからねほい何ですか問題は今日は野添さんペラを叩かずに出走ノーハンマーでは何節出場したでしょうあこれは答えれるかな僕がノーハンマーで一節間やったことあることは何回あるでしょうかって皆さん何回思います ねえ何回やと思いますかちょっと興味あるかなこんなノーハンまで僕はだから行ったことあるからレース何回一節通しよ一節よむずいよねああ <laughs> これ難しいっすよねえないないあゼロかということはい答え出しましょうか、はい、どうぞでーん生涯1回です <laughs> 1回だけありますはいあのー、唐津で最初にペラ,ペラをもらったときにこの生徒になってたんですよねもう備え付けになってたんですよね で、あ、ちょっと面白そうな形だけど、ちょっと芸術すらなくちゃわからないなと思ってて、まあいいかと思ってたんですよ。ほんらまあ初日ピンピン。で、もうその次の日だけペラ見形見たんですよね。ほっとだいぶこうペラが開いてたんですよ。でも朝特訓行ったらすごい出てたんですよね。で、行ったらピンピン。あらで、まあもうそこからペラ見なくなって。ほんでそっからなんかピン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 でって順位の前にゴ頭を取って、で順位逃げて。 優勝戦前で見たら最初こんな形だったのがもうこんなになったんですよね。ゲージで言ったらこれは開いてたんですよね。でも、ピッともらいは飛んでいくようになってるし、直線は出ていくし、乗りやすいしって、もうそこの1回だけです。結果優勝したんですけど、はい、サンディエゴさん、こら、とりあえずでしょ7、7回7回、たたけんたたたけ <laughs>、はいだから僕が30年のうちで1回しかないですね。はい。これは結果優勝できたんでよかったなって、それは太田君が下関の SG をノーハンまで優勝したっていうのを聞いたんですよ。 乗りやすかったからノーハンまで行っていやよかったわって言うから一回やってみようと自分がどんだけ我慢できるんかなと思って結果見ないことにしましたけどはいそれで一回だけありますね覚えてないこちゃまるさん全然覚えてない誰やったっけな全然覚えてないえっレ始まるまで集中じゃないですか集中うん ああペラはね、一緒ですよ。叩くスピードと叩く感じが違うんですよ、僕ね。モーターなんか普通でした。はい。前走車なんか全く覚えてないですよそんな。誰やったんやろ開いてました。むちゃくちゃ。ただ、出てました。だそんなこともあるんだなっていうのは、なんかありましたね。はい。まあ、てな感じで、今日もこの辺で締めさせていただきます。明日は僕、ゼミナールあります。 はい、明日までですね。レンジャーの方は先ほど見,さ見たの通り、明日た立山さんと僕です。最終日小松さん、立山さんですね。明日までゼミナールやらせてもらいます。明日のイチオシ一号艇だけ、僕のちょっと思ってるところ、一個だけ言いましょうか。絶対来るとは限らないですよ。とはいえ。あんまり脅威じゃない。その、ね、まあ、クリアがいないとこがいいよね。 いやーもうどうやもうな分からんぞこれ <laughs> えいやむずいさっきそうやって言ってくれはったけどこれむずい分からん <laughs> ゲーム配信今日はしないです、はい、しないですすいません、はい、では今日はこれで失礼しますありがとうございましたおやすみなさいさよなら 好，還到。